スカイニックジャパンの稲葉です。これから NTT イードローンテクノロジー製 AC101 のご説明をさせていただきます。こちらにございますのは NTT イードローンテクノロジー製の農薬散布ドローンの AC101 という機体になります。画面越しですとちょっとわかりづらいかもしれませんけれども、非常にコンパクトな作りとなっております。こちらのタンクはですね、9リッターの容量を詰めるタイプになっておりまして、運用上は8リッター以下の運用でお願いをしております。はい。こちらの機体なんですが、産業用ドローンメーカーでございます、エンルートという会社がございまして、そちらがもともと作り上げた機体でございます。で、報道の通り、NTT イードローンテクノロジーへ事業を譲渡した関係で、今は NTT イードローンテクノロジー製の機体となっております。はい。で、そちらの、エンルート時代の、開発陣からですね、北は北海道、南は九州まで全国の、ほぼ全国のですね、農薬散布現場に立ち会いましてですね、現場ではどんな機体が本当に求められているのか、というところを徹底リサーチした上で、このような機体が生まれました。つまり、現場目線に立ったですね、機体になっているというふうに言えます。はい。この具体的な特徴を今からご紹介させていただきます。まず大きく挙げられるのは3点ございます。1点目が軽量、2点目がコンパクト、3点目が低燃費。こちらの3点となります。一つ一つですね、機体を展開して操作、触っていきながらですね、ご説明させてあげたいと思います。では、まずこちらで折りたたまった状態でございまして、大体端から端、この横がですね、約650mm 程度、縦はもうちょっと短くて、550mm 前後の大きさとなっております。でこの状態でですね、農家様の苗ですとか倉庫にしまっていただくことも可能ですし、運搬ももちろん行わせていただくことは可能です。でさらにですね、こちらのアームホルダー、こちらを取って今から展開していきます。はい、まずこちらを持ち上げていただき、アームはこのように伸びますので、このまま、ロックナットを半回転して締めていただくだけでロックが完了します。で、こちらのアーム腕なんですけれども、上下で組み替えの状態となっております。腕で表すとこんな感じですかね。こんな感じで折りたたまっているので、これもまたストレスなく折りたたみ展開ができる仕様となっています。はい。はい、これで半分は展開完了になります。もう一度、こちら側ですけれども、まずこちら外してもらって、上のアームを伸ばす。ナットを半回転。これでロック完了です。同様にこちら側のアームも半回転でロックしていただいて、設定が完了になります。この通りですね、アームを展開する時間もですね、短縮することのような設計となっております。では、先ほどの3点についてご説明申し上げたいと思いますけれども、まず、この状態、農薬ですとか、水が全く入っていない状態ですね。この状態で重さが 7.3 キロとなります。9リッターですとか10リッタークラスの農薬散布ドローンというのは、多くございますけれども、大体この空に全く何も入っていない状態で、10キロ、軽くても10キロ前後ですとか、12キロというところが相場でございますので、それと比較してもですね、非常に軽い機体というところがお分かりになるかと思います。はい、さらにこちらの上部ですね、機体上部に取り付けられたこの取っ手、この部分を掴むことで非常に持ちやすいような作りとなっておりますので、現場でですね、離陸地点に持っていく際ですとか、軽トラから積み下ろしする際にも非常にですね、取り回しがしやすい、そんな作りになっています。2点目、コンパクトというところで、先ほどは折りたたみ状態の大きさ申し上げましたけども、この展開時の大きさにつきましては、こちらの端っこのモーターから対になっているこちらのモーターですね。ここまでの長さが約935ミリ程度となります。は
で、1メーターを切っているものはですね、この10リッター、9リッタークラスでは、なかなかない、大きさとなっておりまして、非常にコンパクトな作りというふうになっております。で、まあ、現場、防除現場ですね、農薬散布防除現場では、1枚の田んぼですとか、補助に巻き終わった後に、持ってって、軽トラですとかバーンに積み込むっていう行為はですね、頻繁に行われるわけなんですけれども、いちいち、折りたたんで、バーンですとか軽トラに乗せるパターンが結構多く見られますけれども、こちらの AC101 に関しては、このアームが展開された状態で、荷下ろしをしていただくことが可能です。例えば、軽トラの荷台ですね。こちらのアームが展開された状態の AC101 機体。それから、こちらにございますバッテリーが3つから4つ。それから、充電器が1つ。それから3キロ程度の発電機1つ。あとは200リッター程度の水タンクが1つ。あとは10ヘクタールから20ヘクタール程度の農薬。これらを積んでもですね、少し余裕があるぐらいですね、コンパクトな作りとなっております。やはり軽トラ1台で完結でき、仕組みが完結できるというのは大きなメリットというふうに我々は思っています。はい。で、3点目の低燃費というところでございます。まあ、ご説明申し上げました、軽量なこの機体に、こちらの大容量バッテリーですね。こちらを搭載することで、長い時間飛ぶことが可能になります。大体時間にして、散布をしながら、まあ、20分から30分程度。で、空にの状態で、まあ、何も動かずホバリングした状態ですと30数分という記録も出ております。まあ、面積なんですけれども、例えばこちら8リッターのタンクに半分だけ積んでいただいて、まあ、4リッターだけ積んでいただいて散布を行っていただきます。そうしますと、50R 分の面積を巻けることになりますけれども、それを巻き終わって着陸して、電池の容量、バッテリーの容量を確認すると、約 80% 程度残っています。ですので、だいたい5回、それが5回ぐらい、可能となります。つまり 50R かける5回ということで、最大1バッテリーで 2.5 ヘクタールの散布面積をこなすことが可能となります。はい。もちろん、この満載を積んでいただいて、1回で1ヘクタール分の散布をすることが可能でございます。その場合ですと、まあ、最大2回程度の散布が1バッテリーで可能となりますので、そちらですと2ヘクタールの散布が可能となっております。はい。他社機タンカーと比べますと、大体1バッテリーで1ヘクタール、まあ、ちょっと頑張って 1.25 ヘクタールですとか、まあ、そのあたりが相場であるところで、ね、散布しながらの時間というのが大体10分から15分というのが、まあ、これも相場感でございます。こちらの AC101 は、それらの倍のパフォーマンスを持つということになります。はい。その他ですね、機能ですとか、まあ、特徴というところなんですけれども、こちらの上部に取り付けられた取っ手のすぐ下にバッテリーのトレイがございます。こちらにこのバッテリーをスライドしながら入れていただくような形になります。実際に入れてみます。はい。これを今スライドしておいただけですね。これでロック、このロックをしていただきます。それでもあらかた設定を完了で、あとは差し込んでいただくだけといった形になります。で、取るときも同様、これも逆の作業をするだけなので、ロック板をちゃんと上げていただいて、バッテリーの方の取っ手をちょっと上げて、スライドで取っていく。これだけで、装着と取り外しが完了といった形になります。まあ、今ご覧いただいたように非常に簡単な取り付け方法、取り外し方法となりますので、慣れていただいたら約10秒程度で交換が可能になります。はい、続きまして、このタンクなんですけれども、こちらもですね、バッテリーと同様にスライド式の取り外し想定の方法となっております。はい、まあ、こちらのジョイントホース2箇所ございますので、これらを外
外していただきます。はい、あとは、後ろの方ちょっと持ち上げていただいて、スライドして掘っていただくといった形になります。で、跳ね込む際にですね、同様に奥まで押し込んでいただいて、溝にはめていただく。こんな感じ、はめていただくんですね。はい、そのような形になっております。バッテリーと同様、スライド式の取り外しとなりますので、直感的な取り外しの作業が可能となります。で、必ずですね、農薬を散布し終わった後は、徹底的にお掃除をしていただく必要がございます。こうやって取り外しできることでですね、その掃除のしやすさっていうのをまたこれ実現させていただきます。はい。あとは、こちらのタンクなんですけれども、実際ご覧いただくとですね、非常に透明度が高い作りとなっております。極端な話、透明な水を入れてもですね、どのぐらい残っているかっていうのが、操縦者の方でも分かりやすい、そんな作り、透明度っていうのを実現しております。試しに、ちょっと画面越しになりますので、色がついた液を入れてみます。はい。非常に分かりやすいかなと思います。で実際ですね、補助で農薬散布をしているオペレーターさんですね、どの程度残っているのか、おおよそでもですね、タンクの外から分かったらいいなという声が結構多かったものですから、こういった透明度を実現したタンクを採用いたしました。はい。それによりですね、空になったタンクっていうのがちょっと分からないと、そういった状態で散布を続けているっていうこともですね、正直今まであったのかなと思うんですけれども、こういった透明度の高いタンクを採用することで、そういった無駄な行動がなくなるということになります。はい。機能的なところになりますけれども、こちらのアームですね、アームの先に取り付けられた LED ランプがございます。こちらはですね、非常に輝度が高いものを採用しておりますので、視認性アップにも一役買っています。試しに今、ちょっとつけてみます。はい、このような形で、非常に明るいですね、LED 点灯、ライトの点灯がなされます。でやはりコンパクトになったがゆえにですね、視認性っていうのが下がってしまうんじゃないかという、開発時の懸念ですとか、現場の声も正直ございました。それをですね、カバーするために、こういった2、300メートル先でも視認が可能な LED ライト、それから、ボディカラーですね、イエローのボディカラーを採用することで、より視認性を上げるような工夫もなされております。この他、飛行中の機能といたしましてですね、アシスト機能というものがございます。まず、1点なんですけれども、こちらの送信機ですね。こちらが、この横長のものが送信機になっておりまして、この真ん中の7インチ型のタブレット、この中に専用アプリケーションを内蔵しております。そのアプリケーションをもとにいろいろとですね、設定ですとか、機体の情報っていうのを得ながら飛行することが可能となります。はい。で、右上のこちらの、ボタンがございますけれども、こちらをワンタッチいただくと、起動が始まって、同時に離陸をしてくれます。これが自動離着陸アシスト機能というものになっております。はい。通常ですと、こっちのレバーですね。レバーを操作しながら、コマンドを入れながらですね、起動させて、こちらの右スティックを上に上げながら、徐々に上げて離陸をするんですけれども、その際ですね、例えば近くに物があった際ですとか、注意でちょっとやらかしてしまって、転倒ですとか、物にぶつけた、そういった事故がですね、結構多いと、これは保険会社様からのデータにもございます。着陸時も同様、着陸の手動着陸のミスで、
事故が起こっているというデータがございました。それらの事故をですね、少しでも防ぐためにアシスト機能、ワンタッチによる離着陸のアシスト機能というものを搭載しております。こちら使っていただくことでですね、操作の中でも結構なストレスがかかります離着陸っていう行動をですね、少しでも負担軽減、ストレス軽減ということで貢献をしております。で、プラス、飛行アシスト機能がございます。この飛行アシスト機能につきましては、まず、まっすぐ飛ばすためにですね、機首旋回ですね、まっすぐ飛ばすような操作をすると、初心者の方ですとかですね、まだ慣れない方っていうのは必ずと言うほど、機首の旋回のコマンドが入ってしまって、まっすぐ操作しているつもりが右に行ってしまったり、左に行ってしまったり、そういったことが多々ございます。そういったことが起きないために、そのラダーと言いますけれども、この機首旋回をロックしてまっすぐ飛ばす、そういった機能もつけております。で、プラス、散布ですね。動作散布ですね。ごめんなさい。動作連動散布、そういった機能もつけております。名前の通りですね。まっすぐ飛ばした動作に基づいて、こちらの両サイドのノズルからですね、こちらとこちらですね。網膜が散布されるといったものになります。はい。アシスト機能がない状態ですと、手動のこの操作、ワンタッチのボタンの操作をしていただいて、散布のオンオフっていう操作をしていただく必要がございますけれども、その手間がですね、ちょっと省かれるといった機能になっております。はい。あとはですね、AB モードというものがございまして、農業用トラクターなんかでも採用されているような形ですけれども、手前ですね、飛行する手前に A 点を設定してもらって、奥側行ってもらって、で、その奥側で B 点っていうのを設定してもらいます。あとはこの AB 線のですね、直線に基づいて、散布幅5メーターになりますけれども、この5メーターを保有して、自動航行をこう実施してくれる。そういった機能も搭載しております。はい。真四角に近い補助であればですね、非常に有効な機能と言えると思います。はい。で、プラスフリーモードというですね、これはもうマッピングをするタイプの完全自動航行になります。で、こちらのお見せした送信機内のアプリケーションにですね、マップというのがですね、搭載されておりますので、ご自身の補助、それから散布対象の補助というのを近くで囲っていただいて、マッピングしていただくような形となります。それで機体に読み込ませて、自動の航行、操縦をしていただくといった機能になっております。で、終わりになりますけれども、こういったですね、コンパクトな、そして軽量、低燃費な機体というのはですね、今現在なかなか他社様にはない、そういった機能に搭載しているのかなというふうに感じております。日本の国内の補助はですね、一筆一枚が1ヘクタール未満のものが大半であると言われております。こちらはですね、マックス8リッターの搭載量となっておりまして、昨今主流でございます16リッターですとか、それ以上の容量が積めるタイプとは、ちょっとそこは比べるとですね、少なめにお感じになられると思うんですけれども、逆にその低燃費を実現して、何回も飛べて散布できると、ワンバッテリーで飛ばして散布できるというところが逆に差別化強みというところもつながっております。つまりですね、日本のその国商地形補助ですとか、山あいにある飛び地ですとか、そういったところが多く日本の補助ございますけれども、そういったところに適した一台になっているのかなというふうな作りになっております。はい。はい。以上で NTT e ドローンテクノロジー製 AC101 の機体紹介を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。